VLT はヨーロッパ南天天文台がチリパラナル天文台に建設した合計8.2メートルの望遠鏡4台の総称。紫外線から中間赤外線までの波長の電磁波を観測し、4台を光ファイバーで結合して干渉計として運用することも可能である。4台の合計8.2メートル望遠鏡をユニットテレスコープと呼ぶ。 1998年5月に1台目の望遠鏡がファーストライト。その後2000年までに残り3台が完成し、それぞれヤンツ、クイオン、メラップル、ユープンという名前が与えられた。これはチリの先住民であるマプチェ族の言葉で太陽、月、南十字星、金星という意味を持っている。4台の望遠鏡には、 それぞれ3種類の観測装置が備えられており、さらに4台を結合して干渉計として使う際に使用される観測装置が3種類設置されている。また、望遠鏡を格納するドームは、座る望遠鏡の場合と同様、大気の揺らぎを抑えるために、円筒型をしている。4台の望遠鏡を光ファイバーでつなぎ、VLT 干渉計として使用することがある。これにより、 実質合計130メートルの望遠鏡として動作させることができる。これは、それぞれの望遠鏡を単独で使うよりも25倍空間分解能の良い観測ができることを意味している。また、4台の望遠鏡の他に、合計1.8メートル望遠鏡からなる VLT 干渉計補助望遠鏡を用いることで、より質の良い画像を得ることができる。ありがとうございます。